小中継先生と夫婦くんの中国医学レッスン。小中継者、弁償大切じゃな。夫婦です。大切さ、分かってきました。先生、でも漢方薬とかあまり弁償しないでも処方できますね。ダメじゃ。とはいえ、時代の流れなんかの。残念ですね。仕方ない。ここのみんなだけでもしっかり学習するぞい。では、質問じゃ。次のうち、血虚でないものはどれじゃ。 A. 経血少量、 B. めまい、 C. 心斑と失眠、 D. 手足のしびれ。どれも血虚の気がします。答えは、答えなし。ブブ、正解は C じゃ。あれ、残念。そもそも血とは何じゃ。血は糸ひで食べたものから作られる栄気と体にある心液からできているものです。なんかすごいな。あ、カンペ見ました。おう、そうか。血の話に戻ろう。血虚とは、血の持つ栄養作用、自循作用の低下が起きる。循環血量も不足するな。血虚って何で起きるんですか？血虚が発生する原因としては、気の運化作用の低下による、血の生化不足、肝の機能低下による造血作用の低下、心に送られてくる血液の不足じゃな。なるほど。その他にも、事故や手術、出産による出血、急病による血の不足、精神の疾患、貧血による血の供給不足、腸の中に虫がいる場合などがあるな。血虚になるとどんな症状が出る？血が少なくなると、答えは白いじゃ。顔、唇、爪、舌などが赤い血が虚しているから白くなるぞ。あとは頭のふらつき、めまい、心悸、失眠、手足のしびれ、血、異血症量などがある。俺と陰虚は違うんじゃ。陰虚は、陰虚は陰の不足で、陰が虚するから陽が大きく見える。すると内熱、五心半熱、細索脈が起きる。血虚と似てるが、虚熱があるのが特徴じゃ。あ、そうか。だから心斑とか失眠も起きるんですね。そうじゃ。この違いをしっかりと理解しておくとよい。ありがとうございます。弁償できるように頑張るんじゃ。じゃあの。